君はだからキャプテンとして怒れないと、まあ、2節の時にも浩次郎君にファーってお客さんの前で言ったと、一撃で浩次郎が言いましたからね。それでタカ君も反省したし、浩次郎もやんだから、もうタカ君はファーっていうのをもうやめると。で今日はキャプテンやし、キャプテンマークの重みも感じて、そのワーって言わないっていうなってたんですけど、試合中浩次郎でシゲも遅い、もう動き足遅いよってシゲも試合中もずっと言う。合わせてシュートを打ってきた16番の須貝のシュート、セカンドボール、これはシゲがカバーします。まあこれはクリアに逃げた形ですが、タカ強い、タカ前に出した、懸命に浩次郎、ちらっと中を見る浩次郎、手前に入れてきました。さあまた圭介が飛ばしてきました。戻るスマイラーズ、うんぱフォロー、うんぱるんぱ、あと合わない、体を上げます。ゴールキーパーの岸、いや飛びます。圭介、杉山の縦パス、ストライカーの小田、杉山にチャージしました浩次郎、パナです。もっと考えてとか言うてるよ、もう工場どん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 おかしくなってで、上げてる派手にはもう足遅くて足遅いとか言われてめっちゃかわいそうなんですよ、うん、で落ち込んで前半で交代になって、でまあ落ち込んでたんやけど、タクも自分なりにあんま言ってなかったっぽい、うん、で帰り俺怪我してたからコロコロに俺工場乗っけてもらって、うん、コロコロで引いてもらってて、でタカがその後ろ俺押してくれてて、タカが普通の顔で普通にその悪気も全くないけど、コウジロお前頭悪い言い過ぎやで、酸素が多分もう回ってないね、頭回ってないね、頭悪い普通に